はい、皆様こんばんは。アメリカ・カリフォルニア・ロサンゼルスから、2016年前半の各星座の、へのメッセージをお送りします。で、今回はですね、私のとっておきの大好きなカードですね、これ、リターン・オブ・スピリットというんですけれども、シェレル・ディ・ハニッシュという方のカードで、フラクタルという、模様のこのアートの中に、またその形が入り込んでいるという意味なんですけど、非常に素晴らしいアートワークのカードを出している方なんですね。で、いくつか作品あるんですけど、このカードが一番人気で、今もどこにも売ってないですね。アマゾンで1個売ってましたけど、2400ドルぐらいしてました。でも、私も、いや、なんとか一つ手に入れて持ってるんですけれども、毎回このカードを通してですね、メッセージをダウンロードするときには、ものすごくこう魂に響く、ハートに響くメッセージいただけるので、今年からちょっと YouTube で、皆さんのお役に立つかなと思って、初めて今ビデオを撮ってます。ちょっとですね、カメラの調子が悪くて、下にこうガーッと時々出てしまうんですけれども、申し訳ありません。何しろ初めての試みなので。で、まずは十二星座のおひつじ座から始めます。で、おひつじ座といってもですね、たくさんのおひつじ座のジェネラル、一般的なリーディングですので、全員の方に当てはまるとは限らないと思います。それから、太陽星座がおひつじ座じゃなくて、おひつじ座じゃない方でも、例えばアセンダント、自分のホロスコープがご存知な方はですね、生まれた時の地平線の位置なんですけれども、第一ハウスの頭のアセンダントがおひつじ座の方っていうのは、このエネルギーきっとすごく当てはまると思うので。ぜひそれも参考にしてください。それから月のサインの方も当てはまるかもしれません。で、まずですね、最初のカード、ここ行きましょう。これですね、今置かれている状況のカードです。で、ここに書いてある、birthing ですね。birth っていうのは、happy birthday の birth ですから、birthing っていうのは出産という意味です。で、実際何かね、今私たちが置かれている状況というのは、何か新しいものを生み出すタイミングなんです。生み出さなきゃいけないタイミングでもあります。ですから、何か新しいプロジェクトとか、新しい仕事とか、何か新しいリレーションシップ、いろんな関係、何かを生み出していくのに最適なタイミングですよということですね。それから、多分これはそういう外部のものだけじゃなくて、自分の中にある自分自身、自分の中にあるハイヤーセルフ、仏性もあるね、自分、私ちょっと仏教徒なので、ちょっと仏教用語使っちゃうんですけど、そういう自分を生み出していく、出離転生していくタイミング、仏教用語で言うと、そういうタイミングとも読めますね。でも、これすごくピンときますね。私自身、太陽星座、牡羊座なので、今非常に変わらなきゃいけないタイミングなので。で、2011年の3月12日だったと思うんですけど、津波のあった翌日に、天王星という革命の星ですね。もう、こう稲妻のように、ライトニング、稲妻のようなエネルギーで、ドンと変えていく、ひっくり返していくような、エネルギーの天王星が春分点に戻ってきました。で、天王星っていうのは、確か83年か4年ぐらいかけて、太陽を一周するんですけれども、ですから、これは80何年に一度のチャンスなんですね。ですから、ある意味一生に一度ですよ。で、今4月の、そうですね、10日前後に生まれた方っていうのは、まだ、おひつじ座、まだ、天王星おひつじ座におります、いますからね。いらっしゃいますから。今、太陽が、出生図の太陽が、もろに、この、稲妻の変えていかれる、いかなきゃいけないエネルギー、変えさせられるエネルギー
が来てますので、なんか急激にコロンと変わると思います。例えば急に失業しちゃうとか、実際私ついこの間失業しちゃったんですけど、そういったことっていうのは往々にしてあります。でもそれって結局こう何て言うんですかね、やっぱり長い目で見るといいことなんですよ、魂の。うん、ですからそういうなんか突然の変化があっても、あと事故にも遭いやすいから気をつけた方がいいんですけど、でもそれってやっぱり新しい何か自分自身をこうね、特に太陽、ネイタルのね、出生図の太陽と合になってる、コンジャクト一緒になってるってことは、あなた自身の太陽っていうのはあなた自身のアイデンティティを表しますから、やっぱり本当に自分らしく生きていける、行かなきゃいけない時なんですね。だからなんか古いまんまの自分の殻に閉じこもって、嫌だ嫌だって言って変わろうとしないと、嫌な形で変わらされる時でもあります。うん、例えば事故にあったりとかね、病気になったりとかね、そうするともう嫌おなしに、やらなきゃいけないじゃないですか。でちょっと私の話すると、18年ミシガンというところに、ミシガン州というこうデトロイトの郊外に、まあ連れ合いの仕事の関係で1998年に行きまして、それからずっと18年もミシガンにいたんですけれども、もうそろそろミシガン出てですね、カリフォルニアの方に行きたいなってずっと思って願っていたんですね。で8月に突然転勤っていうか転職が決まりまして、でこっち来たんですけども、でお家を買って高いんですけどね、で急に失業と。でまあと思ったんですけど、まあ、それもですね、なんか星を読むので、タイミングを見ると、ああ絶妙なタイミングが起こってるんですね。だからこれは私に必要なことだったんだなということで、まあまあいいかと。でまあ引っ越し代会社に出してもらってたので、まあそれでいいと思ってます。で今やっぱりそのおかげで、前からこういう YouTube とかでぜひね、私星を読んだりとか、カードリーディングとかたくさんするんですけど、でたくさんのお友達とかにも読んであげてたんですけれども、前からちょっとぜひこういう発信をしたいなっていうのは思ってたんですね。ただ普通のサラリーマンやってますと、なかなかそういう仕事が忙しくてできないで、ちょっとですね、せっかくもらった休暇なんで、もう転職から家を探して引っ越してって、仕事は忙しくてで、休む暇がなかったので、ずっと。まあ、だったらぜひ、こういうね、なんか私ができることをやりたかったことをやってみようと思ったんですよ。ですから、そういう意味でチャンスですよね。だから、ものは取りようで、とにかくいろんなことが今起こってますけど、全部何か生み出すためのものなので、ぜひ新しいことに挑戦していただきたいと思います、今年はね。で、次のカード。これですけど、これはですね、オブスタコ、障害のカードです。で、まあ、このテーマですよね。今置かれている自分のテーマを実現していくときに気をつけていかなきゃいけないこと、障害になっていくことっていうのは、このコミットメント。コミットするんですね。よし、やりますと。で、これってこう図柄見ていただくと分かりますけど、こう紐をですねギュッと結んだ感じですよね。で虹色の光がこうグワッと結ばれて、ですからまあ神様から来たエネルギーっていうんですか、天からの宇宙からのエネルギーがガッとここで結ばれてですね、皆さんの意思と結ばれて、愛といろんな思いがでやりますと、こうコミットしていかないと産めないよと。で、これがバーティング、出産ってなってるのは、ちょっとさっき言わせれたんですけど、なんかクリエイトとかそういう言葉じゃないですよね。
出産ってやっぱり痛みが伴うんです。だから、なんか新しいことをやって乱さなきゃいけないけど、生みの苦しみはあります。でも、その苦しみは、その後生まれてくるもののために必要な痛みですから、まあ、そういうことがあっても逃げずに、しっかりコミットしなきゃダメです。で、コミットしなければ、途中で嫌だって言って逃げ出してしまったら、これもできないということですね。ですから、しっかりと肝を据えて、新しい、どんな自分の人生を歩みたいか、どんな生き方したいか、今、変革の力が宇宙から注がれてますので、ぜひぜひそれを利用しない手はないと思います。ごめんなさい、なんかちょっとカメラの調子が悪くて、下にこう、ノイズが走るんですけど、どうやって調整していくかわからなくて、見苦しかったらごめんなさい。次ですね、このカード、これはですね、今何が魂のレベルで起こっているかということですね。で、アシスタンスのカードですから、まあ、アシスタンスって分かりますよね。援助。で、このカードの色を見ていただくと、こう、まあ、いろんな色がですね、混ざってきてますよね。で、やっぱりこれはですね、宇宙から、天から、ちゃんとヘルプが来てますよと。ですから、あなたが、こう、何か新しいものを生み出していく。特にまあご自分のアイデンティティが変わるときですよね。おひつじ座は。で、そこを一生懸命コミットして取り組んでいったときは、天がもう魂のレベルで、守護霊様、守護神様、あなたのガイドとか、まあ、ガーディアン、エンジェルとかですね。そういった方たちが、ちゃんと援助として誰かを使わせてくれたりとか、いろいろなものをこう与えてくれると言ってます。ですから、しっかりと、やっぱり、援助が必要なときは、こう、誰かこういうことをやりたいんだけど、どうかそういうのをよく知ってるような方は私に合わせてくださいとかですね。そういうなんか、しっかりとガイドとコミュニケーションをとってですね、祈っていくことがすごく大事だと思います。で、こっちがですね、フィジカルレベル、つまりこう肉体レベル、この現実世界で今起こっていることなんですけど、見えますか？ユニオンのカードですね。で、このユニオンっていうのは、ユナイト。一つになるってことですよね。で、やっぱり二つの魂がですね、今こう、一つになってパートナーシップを組もうとしてる。こうなんかこう、パートナーになって結ばれてこう一つになってるじゃないですか。なんかこうキスしてるみたいな感じですよね。で、そういうカードですね。ですから、こう、何かパートナーシップが生まれると思います。もうみんな、今生まれてるかもしれないし、これから来る。なんか、いいですね。私も、仕事のパートナーとか、プライベートなパートナーとか、募集中なので、期待してます。で、別にそういうパートナーシップじゃなくて、例えば、ルームメイトが来るとか、何か、趣味のレベルでなんか一緒に組んだりとか、ダンスのパートナーとか、そういったこともあるかもしれませんけど、何かそういうパートナーシップ、が、今、来ますよということですね。で、こちらがですね、この障害になるものを克服するために、どういったものが、何が大切かというカードなんですけど、ね、ここ、アシスタントで申し上げましたけど、プレイヤーズですね。で、本当にこのカード、ちゃんとリンクして出てくるんですけど、もうびっくりするぐらい。やっぱあなたの祈りは聞き届けられてますよっていうメッセージです。このカードが来るときは必ず、ね、なんか物事が自分の思ったようになってないときとかもありますよね。で、やっぱりこう、物事が自分の思うようになってない
ってる時って結構こうなんか祈りを聞き届けられてるんだって気がしちゃうんですけど、物事がこう自分の思い通りになってないような時ってなんか本当に誰もね神も仏もないんじゃないかみたいに思っちゃう時ありますよね。でもこのカードが来た時って必ずそうじゃないよとね、全て起こっていることは魂の成長の上では必要なことで、あなたのこの本当にあなたが生み出したいことを生み出すために必要だから与えられていることなんですよと。でちゃんと天はあなたにアシスタンスを送ってますよと。でこの何ですか、そこでやっぱり祈るっていうこと、さっきも申し上げたと思うんですけど、ガイドとしっかりつながってコミュニケーションを取っていくことです。そんなその霊感があるのかね、そういうレベルじゃなくて、もう分かんないけど、とにかくちゃんと自分を守ってくださるガイドの方がいらっしゃるって信じてですね、でそういう方にこうただ助けてくださいじゃないんですよ。こういうことをしたいから、そのために私に必要な道を見せてくださいとか、ね、何か、どうかそこをくぐり抜けるための知恵を私に与えてくださいとか、なんかそんな形でしっかりと毎日10分でいいですから瞑想なりして祈っていくときに必ず援助が与えられていきます。ですからこれがとても大切、キーですねこれね。で最後の結果のカード、フィラインって言うんですけど、フィラインネコ科の動物って辞書引くと出てますね。で実際ちょっとこうヒョウっぽいような顔が見えてますよね。でこのカード私もこの間出てきたんで、自分のリーディングで、私のリーディングもしょっちゅうプレイヤー出てくるんですよ今、非常に大変な状況なので。でお羊座だし、もうこれもう自分にぴったり当てはまりますけど、これはですねどういうカードかというと、なんか多分物事が全然進んでないような気がするような時ですねと。だけど実はちゃんといろんなことが動いてて、自分の目の前で表面ではこう見えてないけど、今はちょっとそのダウンタイムを取ってる時だから、諦めずに今待つ時ですよと。だからいろんなことをするんですけども、やっぱり今準備段階、生みの苦しみで結果がすぐ出てこないかもしれないけど、でもちゃんとアシスタントは来てるしね、できますよと。それからやっぱり今はあんまりその結果を出すことに焦って、イライラするよりは、もうこの時間を楽しみなさいと、プレイタイムですよ、そういうメッセージでもあります。でまあついこの間私これが出てきて、あそうかと。だからまあ仕事を探さなきゃとかって、まあ仕事ないと食べていけないので大変なのでまあ探しますけど、でもなんか自分が前からやりたかったことをちょっとやろうかなと思って今回このビデオを撮ってみました。メッセージこの説明文を読みますと、このダウンタイムは決して長くないですということですね。It's a short time というので、まあ、2016年で、聞いたんですけども、多分2016年の前半、まあ、こんな感じで後半動いていくだろうなと思います。で、別なビデオでお話ししますけれども、今度は星読みの方で、おしざは、毎日の6室に今ジュピター木星が来てますので、今年の9月まで木星がいます。ですからやっぱりそこ6室に関係することっていうのは毎日のルーティンワークとかね、いわゆる転職というとかキャリアではないんですけれども、毎日の仕事とか、まあ奉仕の部屋でもあるので、やっぱりこうサービスをするとか、自分が人のためにどういうことができるかとか、あとまあ健康も象徴しますから、健康、体を大切にするにはどんなことがいいかとかね、このカードもそうなんですけど、そういう体にいいこととかしていくのが今すごくこう何ですかね、広がる時なので、ぜひなんか
9月ぐらいまでの間にの準備段階としてそういうことをしておかれると、9月に入ってから木星が移動するとガラッとエネルギー変わってきます。で、今度7室に入ってきてパートナーシップに入ってきますので、楽しみですね。はい。まとまりませんでしたけれども、あまり、初めての、生まれて初めての、YouTube での、ビデオを作成してみました。至らないとこいっぱいあると思いますけど、皆さんのお役に立つと楽しみです。で、ぜひ、よかったら、登録、サブスクライブしてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、素敵な2016年をお送りください。